エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、なので渋谷歩いてる女の子、結婚相手に年収いくら求めるのかという調査企画ですね。そうですね、はい、まだまだ渋谷に来ておりますが、超やだよ、これもこの企画大嫌いです。いやいや、でもレペゼンというか令和のその効果があるじゃないですか。みんなに声かけられてますからね。いやまだ楽になった方ですよ、まあね、まあね、頭下げる頻度は減ったけど、でもだいぶそれでも知らない人にはすいませんってやってるからね。そう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 、思い出すわ、若手の頃一生懸命いろんな人に突撃してます、ね、これ見てる人は当然僕のこと知ってる人が見てるわけなんで、でも見てない人からすると誰でも相手してはいけない年収とか聞かれたりとか失礼な奴らになっちゃうんで、まあそれはね、ちょっと礼儀をわきまえながら、はい、インタビューしていきたいと思います。はい、結婚相手に求める年収っていうのを聞いてまして、結婚相手に求める年収いくらですか？1000万以上。1000万以上高いのが来ましたね。ってことは多分ご自身も稼がれてるんですね、それなりに。私がそんなにめちゃめちゃだったわけじゃない、周りが稼がれてる。ちなみにご自身はどんな仕事されてるんですか？私 IT 系です。 IT の営業って何系の IT ですか？広告ソフトウェアみたいな感じです。1000万ないといけないですね。でもおいくつですか？私28です。28。あ、まあ、それは考えますよね。そのくらい辛い現実かもしれない。そうですね。多くの人は。あんま参考にならなかったから。いや。女性の本音が垣間見えたんで。多分でも周りの女性も多分そんな感じですか ?1000 万以上に。仕事同じ会社の同期とか同年代の人は30歳でどんぐらい稼ぐんですか？全然いないんですよ、同期が。はい。一番私が出て。ああ、そうなんですか。結構稼がれてるんですか、社内にいる。おじさまたちは結構稼いでる。じゃあ渋谷に歩いてる女性の結婚相手に求める年収は1000万以上ということで、はい、ありがとうございます。ちょっともしかしたら高いかもしれない。ありがとうございます。渋谷に歩いてる女性で結婚相手に求める年収というテーマなんですけど、ズバリですね、結婚するなら年収いくら以上がいいですか？1600万。細かい。その500じゃなくて600の100は何？100にしたら2000万って言えるかな。あ、なるほどね。ご自身は何系のお仕事されてるんですか？学生です。学生？あ、はい、あ、それはね、世の中甘く見てる。まだ知らないから。知らない。知らないから、それは。なるほどね。希望言うのは自由ですからね。僕らのミスで、あのカップルでいるところを声かけちゃったんですよ。そうなんですよ。ちょっと気づかなくて。そうなんですね。こちらに彼氏さんがいらっしゃるそうなんで、ちょっともしよければ出てもらえないですか？会社お願いします。はい。はい、彼氏さん登場しました。はい、爽やかなね。はい、もしかしてちょっと聞こえてたかもしれないですけど、学生さんですか？あ、学生で、はい、学生なんで。ちなみに何大とか？東京理科大学。若手TVみたいな。これけなす番組じゃないですか？大学をけなす番組。で、鎌田さんが結婚相手に求める年収1600万って言ってたんです。1600。どうすか？そうですね、はい、ちょっと死ぬ気で頑張ります。頼もしい。1600万は会社にとってなかなかいかないかも ね。 そうですね。それかちょっとインセンティブ強めな会社で営業でゴリゴリ売るとか、外資とかね。でも理科大だから。そうですね、理系職ってなるとベースは高いけど大跳ねはしづらいよね。ああ、そうですね。ちなみに何系の会社に行きたいとか？今のところ IT 系のところ。 IT 系か。え、こうなりたいとか？いや理想言えばもう。あ、理想言えば。あ、IT 系ってなると、そうだな、1600だと、まあ一般的な IT だと行かないから、うん、IT コンサルでマネージャークラスになる。要は IBM とか、アビーム、ベイカレントみたいな、ちょっと高めの会社で結構出世するか、あとはベンチャーの広告代理店で、インセンティブで稼ぎまくる、営業で、か、起業するか。以上です。誰かみたいですね、今のパターンは完全に。はい。それしかないですね。はい。ということで、頑張ってください。お幸せに。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっと渋谷歩いてるアバンギャルドなお姉さん2人にお声掛けしたいと思います。おいくつですか？25。25。はい、今ですね、渋谷歩いてる女性に結婚するなら年収いくら以上がいいかっていうインタビューしてます。社会人？社会人。ああ、いいですね、いいですね。はい、お仕事何系だって言いますか？フリーエイター。フリーエイター？おー、ぽいっすよ。うん、ぽい。ゲームのイラストレーターとかやってそうな。アニメーターとか。なるほどなるほど。はいはいはい。ズバリですね、いくら求めますか？
求めるだけなんです。そうです、はい、言うなんです、言うなんです。1000万以上。欲を言うなら1000万以上、はいはい、どうですか。気にしない、気にしない。好感度取ろうとしてますか。違います。まあまあそうですよね、普通、はい、まあ、いくらだ気にしないんですけど、まあ、とはいえゼロだったら嫌ですよ。そうです。ゼロだったら嫌ってことは100円でも嫌ですよね。300円も嫌ですよね。1万円嫌ですよね。いくらだったら嫌じゃないかっていうところのラインが結局求めるラインなわけです。いくらですか。1000万かな。やっぱり1000万。安定を求めるのが、はい、1000万回。結局普通に暮らしていくぐらいなのかな、はい、500-600 あれば普通に暮らせると、はい、逆に言うと500-600ないと普通に暮らせないという。結婚するなら、結婚するなら、まあ、そうや、ちょっとそうですよね、多少養ってもらいたい部分もあるわけですよね。まあ渋谷ね、今日平均年収調査したらそれ以上でしたからね。あ、そうそうそう、まあまあ金融感覚が近い方が、あ、そうですね。ということで、ご協力ありがとうございました。はい、ということで、またまた声かけたらインタビュー協力していただける方見つけました。ありがとうございます。ご関係は、あ、カップです。カップ、カップ、やだ。お姉さんはどう思ってらっしゃる。あれ、あれ、あ、そうですね、まあまあ、じゃあ近くは聞かない。そうですね、そういうチャンネルじゃないですか。今回、あの、ね、僕のことをご存知だったということで、うん、ありがたいんですけど、あの、今回、あの、男性の方には特に聞くことなくて、次回お願いします。なし。女性の方に、結婚するなら年収いくら以上がいいですかっていうインタビューしてるんですよ。どうですか、つまり。ゼロがいいじゃないですか。別に紐でもいいですか。紐じゃ嫌だけど。紐じゃ嫌だってことはあるじゃないですか。せめてこんくらいはなんかあってほしいなみたいな。500万ぐらい。500万ぐらいですか。全ご結婚の予定は今のとこはないです、まだ。え、今おいつですか。今自分が第4で、大学4年生、22歳。貫禄ありますね。トップ営業マンぐらいかと思ってました。なんかプレゼンじゃない。そうですね。大学4年生です。大学生ですか。いや、社会人。あ、そうなんですね。どういうコンビですか。いやいや、マジで。またそこ聞きます。先輩羨ましい。何大学ですか。玉川大学。玉川、知らない。いや、リスル企画じゃないですよ。嘘嘘嘘。違うチャンネル。ちなみに500万ってなんで500万ですか。生活できればいいやろ。そうです。違う。ご自身は仕事どんな遅いですか。幼稚園の先生。ああ、いそうだわ。優しそうですよね。じゃあ500万ということですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、渋谷の女性、まあ、大体500万以上の人、1000万以上の人の2分でしたね。そうですね、はい、これでもさ、地方に住んでる人とかさ、はいはいはい、インタビュー見たらめっちゃムカつくだろう。だって、うん、500って結構高いよ。高いですよね。日本の平均年収400ぐらいですよね。だよね。まあでも、あ、男性のインタビューの平均で言うと500は超えてたから、うん、そうですね、まあ、一応合理的な、うん、ちゃんと受給があった、あ、地方聞いたらガクッと下がるんでしょうね、どっちも。そうですね。次どこ聞いてほしいとかあればコメントにください、はい、まあ、基本都内ですね、まず。あ、そうですね、はい、都内で来てほしいところがあれば、はい、あの、僕らもね、結構ね、声かけるの大変で、さすがにちょっと30を超えたここおじさんなので、あの、ね、声かけられて、いや、いいですとかみたいな、いや、ちょっとしんどいんで、できれば最初からある程度答えてくれる人がいる方が助かります。それも断り慣れてないんで、もう完全に、うん、こんなに屈辱を味わうのをね、何のためにお金持ちになったんだってところもあるんですけど、はい、まあ、コメント欄でぜひ待ってます。お願いします、はい、じゃあ今日はそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。